どちらです。お待たせしました。皆さん、とうとうですね、リトルビッグの19年の SS がファーストデリバリー立ち上がりということでやってきました。ですね、入ってきたのがこちらのセットアップ、ベージュとブラックのセットアップと、あとこちらカットソーですね、カットソー類、ロンティーと半袖入ってきました。まあね、これですよ。まあ後で来ますけども、はい、ルックでも目立ってました、このベージュのもの。ダブルです、ダブルですよ。はい、これがまあ、ベージュと黒と、はい、2色でございます。で、パンツがですね、パンツが2型あります。まあ後で履きますけども、ちょっと分かりづらいかもしれないですね、ちょっとこう下がってる状態だと。こちらがスリムのものです。スリムのタイプと、フレアのもの、フレアのものが、2タイプ入ってきております。ただ注意点としましては、ベージュの方だけです、2型入ってるのは。ブラックの方はスリムだけの、入荷となっております。まあ今回ね、立ち上がりなんで、最初に申し上げておきますと、今期も19年の SS リトルビッグはセットアップ何型か、こちらのお店に入ってきますが、パンツは基本的にスリムでいきます。なぜなら僕の気分だから。僕の気分が、今期はまあスリムっしょと、ちょっとモード感あふれる感じでね、ちょっとお届けしたいなというふうに思ってますから、ちょっとスリムが今後も多いっていうことをね、ちょっと最初に申し上げておこうかな思っております。はい、まあセットアップそんな感じです。で、カットソーですね。はい、まずこのデザインですね。はい、皆さん、ロード、つまりこのロードっていうのはね、何かというと、まあね、ボルデモート教とかね、いう時のロードと、なんとか教とかっていう風に日本語では訳されると思いますけども、はい、そのロードですね。で、これちょっとね、よく見ていただくと分かるんですけど、全部が均一じゃないんですよ、文字のバランスが。わかります？この、例えばわかりやすく言うと、L のこの一番下、これちょっと傾いてませんか？ちょっとずつね、皆さん、ズレがあるんです、これ、一文字一文字に。ただただ、単語がね、整然と並べられてるかと思いきや、ちょっとずつズレてると。よくよく見るとですね、それが若干の違和感を生んでるというような、それがちょっと面白い感じですね。で、今期、まあ僕のお店に入ってくるモチーフとしては、このね、3回連続のモチーフっていうものが多いです。で、これロードもそうですし、あともう一つこれですね。はい、アウトローです。今度はこれもサンゴですね。アウトロー、アウトロー、アウトローというような形で書いてあります。で、今ちょっと光の反射でね、なんとなく皆さん分かるかと思うんですけど、これね、ただボディにアウトローってプリントしてあるわけじゃなくて、一応二色刷りという形でね、ここに四角く一発プリント打って、その上からこうやってると。まあボックスロゴっていうとちょっと違和感あるかもしれないですけど、まあちょっとそういうイメージですよね。一発こうボディと似たような、これはちょっとオフホワイトっぽい感じですけどもね、のまあちょっとスクエア型のプリントバチッといってから、アウトロー、アウトロー、アウトローと、ちょっと手書きチックな感じの殴り書きみたいな感じでアウトローと書いてあると。で、それの、これアウトローもう一発ありました。ちょっと、すいません。順序前後しちゃいましたけども。これは、黒にオレンジ色のロード。ですね。あとは、T シャツです。はい、こちら3色アウトロー、白。まあ、先ほどのロンティーとしてですね。で、こう、パキッとしたイエロー。とブラックっていう感じですね。で、ロードもはい3色あります。オレンジ、そして黄色、そしてブラックに、これオレンジのロードというようにですね、皆さんこれ見ていただいたら分かると思うんですけど、今期まあ、カットソーのカラーバリエーション結構ね、鮮やかなパキッとカラーが多いです。パキッっていうね、まあ本当にこういうイエローだとかオレンジだとかパキッっていうね、まあレッドは比較的継続的に出てますけども、この辺のお色味が結構面白いかなというふうに思いますし、やっぱこうやってね、テイラーのジャケットとかにこういうカットソーをね1枚着るっていうのが、
まあ僕は的にはリトルビッグのねスタイリングのイメージかなというふうに思いますから、まあちょっとその辺も含めてね、来てご紹介していきたいと思います。まずはじゃあこれセットアップと中カットソー着てみますね。はい、着てみました。セットアップ着ますとか言いましたけども、まずカットソー着ました。はい、ロンティーの方ですね、最初に言っておきましょう。こちらサイズ M サイズでございます。サイズ M で、お値段なんとですね9000円でございますよ。9000円。はい、どうでしょう。私は、172-54 とかですけども、53-4ですけども、体重は M でいいと思います。ほらどうでしょう。はい、ピッと。で、生地感とかに関して言うとね、生地はもう本当あの中肉のですねカットソー生地っていう感じでございます。はい、まあソフトな質感ですね。で、毎シーズンこういったロンティータイプのですねカットソーってリトルビッグ出しておりますが、今季ですねちょっと変更点がございまして、袖にリブがついてますね。袖にリブがついてます。今までは袖にリブついてなかったんですよ確かね。今季はついてますね。ちょっとキュッとしてます。はい、で生地感とかねサイズ感に関してはまあそんなに変更はないのかなというふうに思います。どうでしょう。白地にねオレンジのパキッとしたこのプリント、うん、ええんやないでしょうかと。あとねお値段も変わってますね。9000円ですから、だいたい確かねロンティーの、まあ、長袖のカットソーはリトルビッグでもだいたい1万超えてきてたんで、1万1000、2000とか、してたんで、それが9000円でアンダー1万円以下になったんで、ちょっとさらにちょっと買いやすくなったのかなというふうに思ってます。はい、いいんじゃないでしょうか。これからの季節とかね、ロンティー。僕はどちらかというとこれね、ジャストめっていうような提案でございます。はい、いかがでしょうか。はい、と、皆さんついでにですね、これパンツ履いてます。何パンツかというと、フレアの方のベージュのパンツ履いてますね。で、すいません、これ最初に言っておきますけども、パンツは全部処理してません。裾の処理がね施されておりませんから、皆さんご自分でというような形でなってしまいますけども、まあまあそれはまあ毎度のことなんでね、お願いしますと最初に申し上げておきますと。でこのパンツもねフレアですけども、すまない、これね裾上げしてねお見せできるのが一番いいんですよ。なんですけどもちょっとね今はこう内側にまくってね、僕もこうジャストのピタッとしたねラインでお見せすることができないんで、ちょっと残念でありますけども、あくまでイメージで。どうでしょう、綺麗な形じゃないですか。これね本当にフレアで膝下からねスッと広がってて、しかもそこまで広がりも大きくないんですよ。本当さりげなくスッとキレイな形のねパンツで、まあリトルビッグは毎シーズンフレアのパンツ、よく出しておりますけども、まあ毎回定評があってね非常に綺麗ですよ形が。どうでしょう、いいですね。あとねこう色がね、色がいいですね。あ、やべ、言い忘れたパンツの話。パンツこれ僕サイズ1です。でお値段3万3000円でございます。で素材がですねウール84のアセテート 16% というような素材感となっておりましてね、まあ、ジャケットとも同生地のものですけども、ちょっとサラッとしたような質感です。サラッとしてとろみのある、そういったような、まあ、春夏物っていう感じの、ウールの質感ですね。ちょっとジャケットも着てみましょうか。この際フレアと、ダブルっていう組み合わせでちょっとお見せできればなと思っております。まあこれ間違いないでしょうというふうに私は思っております。もうちなみにジャケットも僕今からサイズ1を着ます。さっとやばこれはやばいわ、これはかっこええわ。これどう、やばいっしょ。これはもうジャケットの話しましょう。まあサイズ1で、お値段7万5000円でございます。ベージュですね。あーこれはかっちょええわ。あーかっちょええね。やっぱちょっとフレアのパンツなんでね、若干こうロックの雰囲気というかミュージシャンっぽい感じになんか映りません？どうですか。若干ですけど、うーわこれはかっ
怖えぞ。いやいいですね、まあ、肩も、まあ、それなりに入っていて、ただまあ言うてね、パワーっていうほどパーンとは入ってません。まあ、肩パッドしっかり入ってますけども、でね、ちょっとこうボックスっぽいシルエットのダブルのジャケット、いや僕ダブル大好きなんでね、いやいいですわこれ。色がね、色がめちゃいいでしょこれ。まあルックでもね、このベージュっていうのはすごい目立ってて、僕も最初見た時うわいい色だなと。あんまりないじゃないですかこういうちょっとベージュっぽい色、うん、すごいセクシーですよね。かっちょええなこれ。やっぱリトルビッグはテイラードですねと、いうふうに思います。いいね。でこの中にねロードパキみたいな、これまあ多分黄色とかでもいいと思いますよね、パキみたいな感じで中にこういうの着てね、あーこれはええわ。かっちょいいね。いやいやいや、成人式に間に合わせてくださったんですよ、わざ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 ね、成人式にギリギリでではございますか、間に合いましたんで、新成人の方どうですかと、うん、好きなもん着ろよと僕言いましたけども、じゃあ僕のおすすめはって言われたらやっぱこういうのはいいと思いますよ。リトルビッグはセットアップ間違いないんで、テイラードいいんじゃないですかねと思います。はい、よし。で次はちょっとねスリムの方ですね、スリムの方をちょっと着ていきたいかなと思います。はい、スリムの方でございます。パンツをどうでしょう。うわこれやこれや、やばこれやかっこいいわ。いやパンツの形がやっぱねすげえ綺麗なんですよこれ、このスリムのパンツで。ちなみに中カットソーアウトロー着てみました。アウトロー、これ半袖の T シャツなんですけどもね、8500円でございます。で M サイズ着てます。うわこれはやばい、アウトローだよこれやパンツがね、まあ僕の気分はもう完全スリムなんですよ本当に。うん、スリムなんですごい綺麗じゃないですか形がね、ももの辺からもうももの辺が結構細いです。でもう結構キューッと直線的にシュッと落ちていく感じですごい綺麗ですよ。うん、パンツいや綺麗ですね。あもうね言い忘れちゃうんですけども、パンツね言いますわ、サイズ1でお値段3万2000円でございます。サイズ1、3万2000円ですか。いやこれはかっこいいっしょ、モードっぽいね。やっぱこういう気分ですね私は。もう完全にスリムの細めのスラックスでこうバチッと決めるっていうような感じ、あかっこいいね。これランウェイですから、はい、そんな感じでスリムのスラックスと、ダブルですねジャケットでございます。まあ、ついでですから半袖の T シャツのサイズ感もちょっとね、お見せしようかなとついでに思いますけども、はい、これがサイズ M ですね。まあやっぱ僕はサイズ M でいいかな、M でちょっとジャスト目な感じで、もうちょっと僕の気分はあんまりオーバーサイズというよりはちょっとジャスト目に気持ちの方が動いてますから、どっちかというとこれくらいねちょっとジャスト目な感じで、うん、着たいなと、着てもいいんじゃないかなと、思いますよ。アウトローでございます。パーンと8500円でございますから、まあ初めてねリトルビッグ買うよっていう方とか、結構ねカットソーとかから入るとね僕は結構いいと思うんですよ。まずはカットソーみたいな、でまあ最終的にはねこの辺のまあテーラード、ここはマストで、まあ、着てほしくはあるんですけど、まあ入り口としてはカットソーとか全然ありだと思うんで、
いいと思いますね。はい、でね、黒もせっかくですから着てみようと思います。黒です。はい、黒着てみました。いや黒もいいな、これな。いや黒もいいですよこれ。ちなみにこれまた上下サイズ1ですね。お値段一緒です。ジャケット、75,000、でパンツ32,000です。いやー黒もいいっすね、やっぱり。で、あ、中にですね、T シャツロード黒のね、黒にオレンジパキみたいな感じのプリントを着てみました。どうっすか。いやモードっぽくてよくない。黒いいね、気分ですね、やっぱり。あ、いいっすね。いや、いいな、黒もいいね。黒なんかちょっとあんまり僕普段着ないですけど、いや黒もええな、これな。どうですか。はい、そんな感じでベージュも黒も両方おすすめでございます。はい、非常に、まあ、リトルビッグといえばやはりテイルアウトなんで、もうその真骨頂ですね。マジでかっこいいな、これはやばい、バチボコにかっこいいと思いますから。そんな感じで、またですね、概要欄の方に詳細リンクペット貼っておきますから、ぜひそちらからチェックお願いしますと。で、基本的に再入荷ございません、再入荷ございませんので、そちらの方ご了承お願いいたしますと。そんな感じでリトルビッグの 19SS 立ち上がりでございます。はい、ぜひチェックしていただいてよろしくお願いします。そんな感じですね。では。